完全制覇の確率わずか 0.12%。 延べ2500人が挑んだ鋼鉄の魔城、最も狭き難関に今年も選ばれし100人が挑む。新年明けましておめでとうございます。2010年元日、100人が鋼鉄の魔城に挑戦します。早くも30人を飲み込んだサスケの森だが、いよいよ挑戦者たちの逆襲が始まる。マッスルミュージカルメンバー、川原拓也22歳。肉体芸術の最高峰マッスルミュージカルに出演、驚愕の身体能力で最初のクリアとなるか。ガッツポーズをしてこの筋肉でスタート。川原拓也、さあこれは期待が持てそうだ。まだ誰もクリアしていないファーストステージ、川原は期待ができそうです。機械体操は9年やっていた S を記録保持者をした。世界記録保持者23段の男、池谷直樹37歳。マッスルミュージカルを率いる男、さあ池谷が行く。4大会連続ファーストステージで涙を飲んでいる池谷も、もはや37歳となりました。これからは年齢だよ。だいずれも最速タイムをマークしているリーバイは高い。まさにそのローブ現れるか。現れてるよ。日本にやってきました、ポール・キャゼミア24歳。ポールが行きます、ポールが行きます。2度ガッツポーズをしてからスタート、アメリカ予選第8位のポール、ポール・キャゼミア24歳。普段はソフトエンジニアです。高校時代陸上を4年間やっていました。中華でーす。佐藤博道はいくつになってもお兄さんだ。さあ40代42歳の佐藤博道が誰だ。SASUKE 完全制覇、毛ガニの秋山和彦。あの頂を知る男、毛ガニの秋山。さあ9月か、滑ったか、滑ってしまった。肌みたいだ。原島スタート、ハンフライダー男。古典長、今大会最年長、倉持実61歳。幾
来た。タコはいませんが、タコ隊長。夢に見たセカンドステージへ。丁寧。155センチ、体重38キロ、青木。今度高橋こと高橋健二。20代は第3ステージ常連だったが、ここ4大会第1ステージ撃沈。さあ今度行く、ファーストステージクリアなるか。ここは慎重、マッチョのイメージはなくなった、痩せマッチョになったコング高橋。もうファーストステージの涙は見たくはない。日本勢はどうか、サスケ予選組、田島直哉、23歳運送業。ここで時間を使いたくない。アメリカ予選組は10位から3位までが挑戦し、1人が成功。日本予選組はどうか、6位通過、田島行きました。下が滑った、中田大輔34歳。トランポリンの中田が行きます。現在マッスルミュージカルのメンバーとして活躍する中田大輔、順調な滑り出し。過去中田はファーストステージでリタイアしたのは2回しかありません。9回目の出場にしてセカンドステージ以降に進出しております。世界でもトップクラスの技を持つ日本トランポリン界の雄です。さあトランポリン、ここはお任せ中田。やはり一味違う中田大輔、トランポリン全く苦になりません。2004年の世界ランキングは第1位、ワールドカップシリーズで金メダルを獲得いたしました。さあどうだ中田大輔、ここはどうだ、しがみついた、そして着地決まりました。前回登場したのは2006、間もなくブザーが鳴る。大丈夫か中田、残り4人目のクリアが今中田大輔やりました。残り4秒03、トランポリンの中田大輔、2年ぶりの出場で魔の第一ステージを難なく攻略。さすが日の丸をつけて戦った五輪選手、貫禄と余裕を見せつけた。白鳥文平41歳、あのファイナルの高みを知る男がサスケファーストステージに挑む。さあスタートした、白鳥文平リズミカルにスタート。2008年の秋です。過去7回このフィナス。さあどうだ、セカンドステージ、サードステージ、その常連です。ですからこのファーストでつまずくわけにはいきません。前々回ファーストステージでつまずいている。なんとかその2回にわたる悔しさを晴らしていきたい、この2008年の秋。白鳥、さあ心を統一して、さあどうだ白鳥、なんとか両手調節。